はい、本日はですね、購入したけども自分にはちょっと合わなかったアイテムっていうのを紹介していきたいなというふうに思います。僕はですね、結構レビュー系の動画が多いので、いろんなアイテムを紹介はするんですが、その時はもちろんメリットもデメリットも両方は伝えてはいくんですけども、まあその後僕が実際使ってみて、あ、ちょっと自分の生活とはちょっと合わへんかなというところがあったりとかしますし、もちろんアイテム単体としては機能的であったり、それぞれ思いがこもってるものなんで悪いものっていうのはないと思うんですけど、実生活で僕が使うとなるとこういうとこが引っかかっていきましたっていうところのまあお話っていうのがメインになってくるかなと思いますので、まあそれが誰かの参考になればいいかなと思って今回これを動画を撮ってますので、そのアイテムをご紹介していければなというふうに思います。で、今回ご紹介するのがですね、一応4点あるんですけども、まあこの4点はファッションもあるし、まあそれ以外のものも若干あったりはするんですけども、まあそれを一つずつ紹介していって、まあどこが自分に合わなかったのかとか、でも逆に合う人ももちろんいてると思うので、まあそういうのはどういう方なんかっていうところのお話をして終わりにしたいなというふうに思いますので、その順番でお話していきたいなと思います。まずじゃあ一つ目っていうのがですね、こちらのスノーピークの傘ということになってます。で、まあこの傘はですね、まあ折りたたみ傘で結構比較的ちっちゃくできてたり、めちゃくちゃ軽くできてるっていうのは動画でも言ってるんですけども、まあ、僕の生活で何が合わなかったかというとですね、この傘がワンタッチで開くタイプの傘ではなくて、ガチャガチャって開けて、ガチャガチャって閉じていかなきゃダメで、閉じた後も自分でパタ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 折っていくっていうのが、自分の性格とはあんまり合わなかったってことになってて、もちろん几帳面な方とかは全然そんな苦にならずに、例えばこうやって開けて、まあ、こんな感じで開けて閉じるときに、まあ、こう普通に閉じると思うんですけど、これをくしゃくしゃって折っていくと思うんです。で、このようにくしゃくしゃって折っていって、で、さらにこれを綺麗に一本一本出していくっていうのが、多分几帳面な方とかはこういうの好きやと思うんで、まあ僕の周りとかでも嫁とかは結構こういうの几帳面なんで好きなタイプなんですけど、僕は大雑把なんでこういうのをいちいちやっていくっていうのが結構めんどくさいので、まあそれこそ傘って折りたたみ傘でもワンタッチでカシャンって閉まるやつあるじゃないですか。そういうのやったら僕は結構正確に合ってるなと思うんですけど、一回一回折っていかなあかんっていうのが、これはスノーピークの傘に限ったことではなくて、まあ折りたたみ傘のタイプやと思うんですけど、まあそれが僕には合ってなかった。ということで、たまたま購入したのがこのスノーピークの傘やったんですけど、まあそれがどうかなという感じには思ってます。まあ折りたたみ傘の正義って小さくて軽くて便利っていうところだと思うので、まあそれ考えると小さくて軽いっていうのは叶ってるんですけど、便利かどうかって言われたら僕の性格ではあんま合ってないっていうところになってるので、まあ今回買って、まあ、自分には合わなかったアイテムかなというふうには思ってます。で、まあこれも片付けの大変なんで後で片付けようと思うので次に行きたいなと思います。で、次がですね、こちらのノースフェイスのパープルレーベルのパックティーということになっております。で、このパックティはですね、かなり機能的に作られてるっていう話をしててですね、僕今着てるのが色違いになってるんですけど、白のパックティが1枚と黒のパックティが1枚、計2枚入ってたっていうので2枚で7000いくらっていう感じなんですけど、まあ速乾性があったりとか、インナーとしての機能は十分に兼ね備えてる感じではあるんですけども、デビューの動画でも言ってるんですけど、まああくまでパックティなんで肌着として着るっていうのが多分メインになってくるかなというふうに思うんですっていうのは言ってたんですけど、まあ僕ですね、肌着として着るっていうことがあんまりなくて、まあ普段それこそスーツ着る機会とかもないですし、基本的には T シャツ1枚で過ごすことが多いので、そうなってくるとこういかにも肌着感が僕の場合は出てきたりしてて、もう 3,4 回は着てるんですけど、やっぱり肌着感があるなっていうので、特に白ですよね。白はほぼ着ないっていうことになってて、まあ黒に関してはこうやって見てもらったら別にそんなに肌着感はないと思うんですけど、白に関しては結構あのスケスケマンボウになっちゃうし、肌着感が出るし、首がちょっとよれてきてるってことになってるので、インナーで着たりとか肌着として着るには全く問題ないんですけど、トップスで1枚で着るとなってくると、まあ、僕の場合はちょっと合わへんなということになっております。なのでこれからビジネスとかで着はる方とか、インナーとして例えばシャツを普段着てはる方とかやったら全然これ問題ないと思うんですけど、僕の普段の生活スタイルは T シャツで過ごすことが多いので、それならば例えば黒を2枚買うとか、ネイビーを買っとくとか、暗い色を買っておけば全然自分に合ってると思うんですけど、まあ、今回白っていうのがどうしても合わなかったってことになっているので、パックティが合わなかったというよりかはこのパックティの白が僕には合わなかったということになっております。で、そして次がですね、3つ目っていうのがこちらの GoPro のマイクになっております。で、この GoPro のマイクはですね、普通にこうパッて見た方はこのワタワタついてるやんぐらいと思うんですけど、一応このマイクをつけるために15,000円ぐらいかけないとダメっていうことになってて、いろいろこう機材つけなきゃダメなんですけど、まあこれをつけたからといってそんなむちゃくちゃ音が良くなるかって言われたらそこまでじゃないということになってて、普段こうやって部屋撮りしてるこう今ピンマイクついてるんですけど、これも15,000円ぐらいでセット買ってるんですけど、こっちは明らかに音が良くなってるのがわかるんですけど、この GoPro のマイクに関してはそ
そんなに音はあんま変わらへんかなという感じなんで、もちろん雑音とかはちょっと消えてて、マイクつけた方がクリア感は若干あるんですけど、これ多分音質をよく聞いてはる方じゃないとわからないので、普通に流し見しててそんなに音が違うっていう感じは多分わからへんかなというふうに思いますので、その辺はまあどうやったかなということにはなっております。まあ僕今実際まだ外ロケに出てないので、外ロケに出ればやっぱり電車の音とか騒音とか、あと車の音とかいっぱい入ってくるんですけど、まあそれが除去されるかもしれへんし、まあ、ノイズが低減される可能性はあるんですけど、今現時点では部屋取り取るんやったらそんな別にこのマイクがあろうがなかろうがあんま変わらんかったなっていうことになってるので、僕も購入する前いろんな YouTuber、 ガジェット流 YouTuber のレビュー見て買ったんですけど、なんか思ってるほどやったなっていう感じになってるので、 GoPro の外部マイクが悪いわけじゃなくて、この多分組み合わせが悪かったりとか、まあそういうところがあると思うので、まあその組み合わせを変えればちょっと変わるかもしれないんです。今現時点のこの組み合わせは部屋取りをメインにしてる今の現状の僕には全然合ってないってことになってるので、まあちょっと外で使ってからどうかわからないんですけど、ちょっと今の現時点では あんま微妙やったなという感じになっております。で次が4つ目で最後になってるんですけど、それがこちらのノースフェイスのスポーツサンダルということになっております。一応正式名称がですね、ウルトラストレイタムプロということになってるんですけど、このウルトラストレイタムっていうものもあればプロがついてるものもあって、まあほぼほぼ一緒で、この上の部分のストラップだけが一緒なんですけど、ソールは若干違うってことになってるんですが、もちろん確かにやっぱソールはこだわってるだけあって、履き心地も良かったし歩き心地もいいなっていう感じは体感できたんですけど、まあいかんせんやっぱりこの上のストラップの部分がスタイリッシュじゃないし、なおかつ靴ずれするということになってるので、まあ、それを考えると、まあ、これよりも半額で買えるこっちの手羽とかの方が靴ずれとかがなかったりして快適に履けるので、もうこれに関してはただただ合わんかったという感じになっております。なので個人的な優先順位としてはもう圧倒的にこっちの方が上になってるので、まあ、本当にソールとかのこだわりはもう体感できるぐらいわかるんですけど、ここまでこだわったんやったらこの上のストラップ1000円とか2000円高くしてもいいから、もうちょっとこだわったらいいのになっていうのがまあ僕の個人的な感想で、せっかくソールがこんだけいいのに、まあ、それがもったいないなと思うような、まあ、ストラップやったなというふうには思います。まあ、なので靴ずれせえへん方からしたら全然もう全く申し分ないと思うんですけど、僕みたいに靴ずれする方からすると、まあ、もうちょっとこのストラップ上の紐の部分どうにかならんかなということで、多分こういうの求めてはる方って歩き心地履き心地を多分求めてはると思うので、まあそれやったら値段上げてでも改良する価値はあるんじゃないかなと個人的には思っております。はい、ということになってですね、今回がまあ一応ざっと僕が購入して自分には合わなかったっていうことになってるので、もちろんこの紹介したアイテム4つあったんですけど、まあこれは人によったらめちゃくちゃ合うでっていう人もいてると思いますし、僕みたいにうわ合わへんかったわってそうそうそうって分かってくれてる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、あくまでこの辺に関しては個人差があるというところになってますので、まあこれを踏まえた上で、あ俺は几帳面やから傘とか折りたたむ全然いいでと思う人もいてはると思いますし、まあちょっとでもクリアな音を取りたいっていう方もいてはると思いますし、普段インナーで着ることしかないですよっていう人もいてると思いますし、俺今まで人生で靴ずれしたことないねんいう方もいらっしゃると思うので、全員が全員に当てはまるというわけではないんですけど、僕個人的には合わなかったということになっているので、まあその辺を実際使用してみてご紹介してみたという動画になっております。まあ僕も動画作ってる上で結構いいとこももちろん言うんですけど、悪いとこも言ってるだけで終わったりとかしてるので、まあそれやったら実際使ってみてどうなんですかってよく聞かれることもあったりとかしてて、まあやっぱそういうのも伝えていくのも大事かなというふうに思ったので、まあ今回あえて動画にさせてもらったということになっております。まあなので一人でも参考になってもらえる方がいてれば嬉しいかなというふうに思いますので、まあ、この辺で終わりたいなというふうに思います。ではですね、本日は購入したけど自分には合わなかったアイテムというところを紹介させていただきました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。